今日も始まります、レンチなそうのしいたけクッキング。今日は早速ね、気合入れてやっていきますよ。今日もね今日は漬けですね。漬け、はい、野菜漬けとか肉漬けとか、まあ夏だったらナス漬けとかね、きゅうり漬けみたいな結構流行ってましたけど、なんとね、僕たち椎茸農家なんで、はい、キノコをね、ふんだんに今日は漬けていきたいと思いますご飯もね、うん、お酒もね、おお、お酒にも、そう、お酒にもね、はいはいはい、めちゃめちゃ合うレシピになってますのでね、はいはいはい、今日は皆さんに、うん、無限キノコ漬け、こちらを紹介していきたいと思います。椎茸は健康にも美容にもいいとされています。このチャンネルでは椎茸農家ならではのいろいろな美味しい椎茸レシピをこれからもどんどん皆様に紹介していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあね、はい、今日も料理さん、お漬けに合うね椎茸、はい、今日は6個おお願いしますいきますよ、料理のしいたけタイム、じゃん。いやー、できたー、できたね、テイク3ぐらいだったけどね、できたできた、よし、じゃあ今日もね、お願いしますね。わかりました、うん、じゃあ今日もみんなが食べたいしいたけを、はい、取っていきたいと思います。お願いします。いきますよ、せーの、みんなが食べたいしいたけを取っていくよ。はい、みんなが食べたい椎茸を取っていくよ。じゃん。はーい、取れましたー。はい、じゃあ材料切っていきますね。はい、はい、椎茸は軸足の最先端、こちら1ミリをね、カットしていきます。はい、はい、はい、最先端切りましたら、はい、はい、今日の椎茸の切り方ですね。お、はい、こちら椎茸を半分に切りまして、はい、あとはこんな感じでね、軸足と一緒に、お、これくらいの感じで切っていきます。だいたい2、3ミリくらいの厚さですかね。うん、これくらいの厚さでカットしていきます。はい、はい、はい、椎茸こんな感じで切ったら寄せときます。はい、はい、はい、じゃあ次舞茸切っていきます。はい、こちらね、レンチダスオーでもね、うん、舞茸作ってますのでね、はい、今日もレンチダスオーの舞茸でやっていきますよ。はい、はい、こんな感じでね、うん、細かくね、これ手で裂いてもいいんですけど、はい、うん、今日は包丁で切りました。はい、こんな感じです。はい、次えのきだけ切っていきます。はい、えのきさんはね、ここにね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、瓶のあてがありますからね。うん、ありますね。はい、こちらの1ミリ上がえのきの最先端ですね。おー、はい、こちらを切るとね、おがくずがほとんどついてないと思いますのでね。はい、はい、そしたら、うん、こうやって手で潰してですね、こうですね、あとはもう手でこんな感じで細かくちぎってください。えのきさんはね、あの包丁あまり使わなくてもいいのでね、すぐこんな感じでほぐれますのでね。はいはいはい、うん、はい、次ニラ切っていきます。はい、ニラは小口切りです。小口切り、はい、こんな感じで3等分くらいにしてですね、はい、こんな感じで合わせて、あとはこんな感じの小口切りにしていきます。はい、はい、ニラはこんな感じで切りましたら、うん、こちらのね、うん、耐熱容器、はい、こんな感じだと敷いておきます。後の工程はお楽しみなので、この後どうなっていくんでしょうね。お、楽しみですねはい、次ネギ切っていきます。はい、ネギは、うん、とりあえずこんな感じで半分に切りますね。ほう、はい、こんな感じで半分に切りましたら、うん、こうですね、斜めに、
下打ちしていきます。はい、ネギもですね、はい、また家の耐熱容器にね入れておきます。敷いておきます。はい、次玉ねぎですね。玉ねぎ、はい、玉ねぎは薄めにね、薄くねスライスします。はい、はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、このバットさんにこんな感じで敷いておきます。最後こちらニンニク生姜、はい、みじん切りにしていきます。おい、はい、ニンニクはねお尻落としてね、で潰して皮を剥いてから、お、うん、あとは細かく刻みます。おい、はい、はい、ニンニクこんな感じですね。うん、生姜もみじん切りにしていきます。い、はい、はい、ニンニク生姜こんな感じです。はい、はい、漬けダレ作っていきます。はい、はい、最初にごま油、はい、はい、こちら大体大さじ1くらい引きましたら、ニンニクと生姜、うん、うん、これ入れてね、はい、はい、そしたらちょっと弱めの中火くらいでゆっくり炒めていきます。はい、こんな感じでね、ニンニクと生姜ちょっと香ばしくなってきたら、はい、お酒入れます。い、はい、次醤油 50ml、 い、はい、はい、次みりん 50ml ですね。い、はい、はい、次昆布つゆ 50ml ですね。はい、豆板醤、はい、大さじ2分の1程度ですね。はい、はい、こちら辛いの苦手な方はですね、うん、普通のお味噌とかで代用してあげてください。はい、はい、はい、次お砂糖、お砂糖、はい、小さじ2杯、小さじ2杯、はい、鶏ガラスープの素、はい、大さじ1杯、はい、はい、こちらを入れて、うん、キノコ類入れていきます。おい、はい、おい、はい、椎茸入れて、舞茸入れて、えのきを入れて、いいね、めっちゃ美味しそうだね。これでキノコにね、うん、火が通るまでこのまま煮ていきます。はい、はい、すいません、ごまをねちょっと入れるの忘れてました。お、ごまをね、だいたい大さじ2くらいの分量ですかね。はい、はい、入れてあげてください。おい、はい、はい、キノコがねしんなりしてきましたね。こちらね、キノコ煮えたらもうこれで OK ですので、はい、はい、うん、さっき煮えたこのキノコの漬けダレですね。おう、これをこちらにね流し込んでいきます。これで、うん、余熱であのネギとか玉ねぎに火が通りますのでね。なるほど、うん、そうそうそう、やったらですね、うん、こんな感じで平らにしてあげてですね、はい、はい、あとはちょっと飾り付けでね、うん、唐辛子1本おお、うん、こんな感じでやっておいて、で、これで落としラップを下にして常温に戻してから少し冷蔵庫で寝かせます。はい、はい、あんまり冷え冷えにならなくても大丈夫です。ああ、なるほど、きのこ結構常温くらいでも美味しいと思います、ね、うん、まずちょっと寝かせます。はい、はい、はい、落としラップこんな感じですね。はい、はい、寝かせました。おい、はい、ちょっとね撮影ってことでもあってね、うん、ちょっと冷凍庫でねちょっと時短で寝かせましたけど、おい、はい、これでね大体常温くらいに戻りましたので、うん、あとはちょっと下の方からねこの緑 のお野菜たちをですねこんな感じで出してあげてね。なるほど、うん、いや、おお、すごい ね仕上げにおごま油ですね。はい、はい、こちらね大さじ1杯こんな感じで加えてね、はい、から混ぜます。混ぜちゃってるからね。これでねめちゃめちゃ香りよくね美味しくね、うん、仕上がってるはずですからね。おお、すごい、
ね、うん、また香りが良くなったでしょ。良くなったわ。そう、しかもこれね、保存も効くんで、今日一日で食べきれなかったら明日とか明後日くらいまでだったら全然食べれますのでね。うん、はい、おい、こちらでね、お、無限キノコ漬けの完成です。早く食べたい。食べよう。はい、できたね。よし、イエーイ、よし、食べたいね、早く。もうね、うん、食うよ、今日は。今日は僕を、うん、もう飯テロする。もうね、ご飯だから、今日は、うん、あ、で、ビールもね、はい、うん、もう糖質いっぱい取っていこう。よっしゃ。じゃあ、まず乾杯しましょう。よし、よし、じゃあ、皆さん、乾杯。乾杯。はい、乾杯。はい、いただきます。うまっ。うー、よし、じゃあそれと同じくらいうまい続き食っていこうよ。じゃあね、こうしてこうでしょ、少しタレかけてね、うん、おい、っちゃってください。じゃあすいません、お席にいただきます。はい、待ってね。あ、マジで。卵もあるんだけど。うまい。これすげえうまい。うまいっしょ。やばいうまい、これ。どうしよう。絶妙。すんげえうまい。嬉しいな、そんなうまいって言ってもらえると。これで、うん、ご飯、うん、23杯いけるの。23杯いける。23杯いける。すげえな。すっげえうまいよ、これ。マジで。うん、うわーっしゃ、すもう、この半分からこっち俺食べるから。余ったら今日タッパに入れて帰っていこうかな。やったやったもう楽しみに寝れないかもしれない。じゃあ俺も食べるね。食べて、うん、食べよう。じゃあいただきます。うまっ。やばっ。俺はね、うますぎるね。うまい。これほんと見てほしい、みんなに。ほんとに美味しいんだもん。しょっぱさとね、うん、甘さと食感が、うん、もうキノコいっぱい入ってるし。そうだね。そして野菜もシャキシャキしてるし、うん、全てが絶妙だよね。全てが絶妙。あ、これだけでもめちゃめちゃうまいじゃん。うん、卵用意してるから、ちょっと卵かけご飯にしてちょっと食べてみて。かけていいんですか。かけていいよ。卵かけご飯好きでしょ。めっちゃ好き。よし、かけるよ。いいよ。かけて、うん、で少しこれがね、うん、お醤油みたいに、これを少し垂らして、具も乗せてよ、具も。あ、そうだね。具も乗せろよ。もう具が足りないんだよ、これだよね。うん、こんくらいかな。あ、いいね。うん、やべえ。やばいよ、これ。いただきます。はい。もうこれは、うん、作ってみるべきですよ、本当に。多分みんな食べたらこうなっちゃうかもしれない。ああ、そうですよね。うん、美味しいだけってだよね。うん、もう友呼ぼうよ。呼ぼうよ。これ絶対食べさせたいもん、トモに。呼ぼう。うん、呼ぼう。うん、トモだってさっきお腹鳴ってたもん。だよね、鳴ってたね。お腹鳴ってた。うん、呼ぼう。よし。よし。まずはまさに食ってたよね。でしょ。俺だってもう全部食っちゃった。じゃあかぶっちゃおう。おい、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 おい。よし、じゃあ、ともに食ってもらおう。いいすか。じゃあ、いただきます。
な。うまい。食べないでまだ卵かけご飯も食ってもらいたいから。そう思って。うん。いやうまい。うまいでしょ。本当にうまい。うん。うん、卵かけご飯もいいですか。ごめんね。俺半分でいいですよ。うん。半分。ちょ俺も半分今かけてくるから。うんね、ご飯ちょっとともに君少し少なかったからさ。俺も半分もご飯ないじゃん。いただきまーす。おーこういっちゃいますね。そう、そういこう、そういこうもん。やばい、絶対やばい。あ、どうも、どうも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 、これはめちゃくちゃうまい、うまいっしょ、うん、うまいってしか言えない。これさ、うん、今日ご飯にかけて食べたけど、うん、もちろんあのこのまま食べておつまみにしていただいてもね、ああ全然いいんですけど、ああ、うん、そう、それ食べながらビール飲むのもかなりいいですよ。うんうん、ちょっとずつこうつまみながら、つまみとしてはいいんじゃないかなと思います。あとは豆腐にのせたりとか、うん、そうめんでもいいですし、あとはそうだな、お蕎麦とか、うんうん、そういうのに入れてもめちゃめちゃ美味しいんじゃん。本当に香りとね、食感がやばいから。これ余りますかね、今日は。すげえ、なんで下にジャッパって。いや、もうなんかもう、持って帰りたくて。そっか、終わったら。まあ、はい、いいです。今日のね、はい、こちらの、むにゃん、きのこ漬けですね。本当にね、簡単で、めちゃめちゃ食欲もそそって、保存も効くという、マジで最強のレシピとなっておりますのでね、はい、ぜひ皆さん、マスターしていただいて、僕たちと一緒に楽しく料理して、美味しく椎茸を食べて健康、そして綺麗になっていきましょう。本当に美味しいよ。